東京オリンピックに向けて音楽イベントやコンサートを行う大規模施設の建て替えや改修が相次ぐ一方で、入場者は年々増え続け、去年は過去最高の4700万人を突破しました。こうした中、会場の不足問題や横行するチケットの不法転売問題に新たな対策を提案する展示会が始まりました。首都圏のイベント会場不足に対応するため、これまでにない業種や地域からのさまざまな初出展が今回は目立っています。今日から始まった展示会では、会場の不足問題を受けて沖縄の鍾乳洞や横浜赤レンガ倉庫、渋谷109などがイベント会場に活用できることを知ってもらうため、パネルなどで新たな提案をしています。またチケットを購入するときに顔写真を登録し、会場で照合する顔認証システムや、正規ルートで購入したチケットしかスタンプが表示されないシステムなど、不正転売を防ぐ技術が展示されています。